封鎖作戦に従事するイギリス海軍のドリフター、オトラント海峡封鎖は、第一次世界大戦における連合軍によるオーストリア・ハンガリー帝国海軍に対する封鎖作戦。オトラント海峡は、イタリアのブリンディジとアルバニアのコルフ島の間の狭い海峡であり、そこを海上封鎖することにより、オーストリア海軍艦艇が地中海に進出し、 連合軍の脅威となることを防ぐことを目的としていた。封鎖は水上艦の阻止には有効であったが、カッタロに基地を置いていた潜水艦にはほとんど効果がなかった。カッタロから行動したオーストリア・ハンガリー潜水艦の一隻 U-5 第一次世界大戦の初戦期において、連合国側海軍はアドリア海に主力艦を進出させ、 オーストリア・ハンガリー帝国海軍の港湾封鎖を試みた。しかしながら、アドリア海域では少数ながら、生打ち条件を熟知したオーストリア・ハンガリー帝国海軍の潜水艦が活動し、連合国側の複数の主力艦に沈没、航行不能などの損害を与えた。このため1915年初頭以降、連合国側はアドリア海から主力艦を撤退させ、 代わって、同海域入り口のオトラント海峡を封鎖することにより、オーストリア・ハンガリー帝国海軍艦艇のイオニア海地中海方面への進出を阻止する方針に転換した。オトラント海峡の幅は約1 0 0キロメートルである。封鎖船は、鉄製の防線網と機雷石などにより構成され、徴用トロール船などを改装したドリフターが紹介に当たり、 さらに駆逐艦や航空機がドリフターの支援についていた。防戦網は潜水艦の補足及び水上艦艇の航行妨害のために設置され、ドリフターが防戦網の状態を監視し、網に捕らえられた潜水艦は、昇海に当たる艦艇などにより攻撃、制圧するとの想定で、1915年の封鎖開始時には約20隻のドリフターが哨戒活動についていた。 しかしながら潜水艦に対する防戦網の効果は限定的で1915年から1917年の間に防戦網に捉えられた潜水艦は U-6 ただ一隻のみであった1917年のオトラント海峡海戦に出動したオーストリアハンガリー軽巡洋艦サイダ・オーストリア海軍は封鎖部隊に対し野襲を繰り返した野臭は 1915年には5回、1916年には9回、1917年には10回、行われた。そのうち最大のものは1917年5月14日から15日の夜間に行われたものであり、オトラント海峡海戦と呼ばれる。この時は、ホルティミクローシュが率いるオーストリアの巡洋艦ルバラ、ヘルゴラント、サイダ及び、駆逐艦チェペル、バラトン、 潜水艦3隻が出動し、14隻のドリフターを沈めた。アルフレード・アクトンが率いるイギリス巡洋艦、ダートマス、ブリストルとイタリア、フランスの駆逐艦数隻はブリンディジからオーストリア艦隊の迎撃に向かった。抗戦の結果、オーストリア側はサイバが損傷、ノバラは大破し、ホルティも重傷を負った。しかし、 オーストリアの増援部隊が現れたためイギリスの巡洋艦は交戦を中止した。ダートマスは気頭中潜水艦の雷撃を受け損傷した。また、フランスのブークリー級駆逐艦、ブトゥフーは植来し沈没した。1918年6月、オーストリア海軍は主力部隊による封鎖船への攻撃を決定し、ポーラにあった。 テゲトフ級戦艦4隻を含む部隊が出動した。アドリア海へ向かう途中、6月10日に土級戦艦セントイシュトバーンはイタリア魚雷テーマス -15 の雷撃を受け撃沈された。このため攻撃は中止された。1917年、1918年にはオーストラリアとアメリカ海軍からの増援により封鎖部隊は駆逐艦35隻、 ドリフター52隻と他に100隻以上の艦艇からなるまでに増強された。しかし、戦争終結まで潜水艦の阻止はほとんど成功しなかった。ありがとうございます。